そう。こっからなんだな。はい。ありがとうございます。これはいいうちわだな。これがうちわの大きさ、うん、あれこんなに違うんだぜ。なんちゅうこっちゃ、うん、なんか一番な入る入るはずです。行ったら入る。よかった。真ん中には来ねえけど。あぶね。ちょっと外れてても。あ、全然そっちでいいです。良さはあるんだよな。はい。うん、大変だ。この全福寺の界隈でも70歳以上が500人もいるからね、すげえんだよ夏で暑いのは元気はババアと猿滑りだからね猫は記念に足跡つけたんじゃないかなと思ってた。はい。黒がかわいそうでずっとこのままにしたんだけど、どう思う？多分猫は、先生そんな優しいところもあるんですね。そうだよ。味噌が入ってんだよ。いや、しょっぱいよって。それがまず第一問題と、はい、それが作ったの忘れてさ、はい、そのままで持ってこないの、おい、帰ったらさっき味噌汁作ってたろって。あ、そうだ、忘れてた。お父さん、箸いる。お前、飯食いながら箸いるって聞くなよ、お前。当たり前じゃんかよ。そういうね、感覚的におかしいとかある。なんたらね。お前、ここに行きたくなかったんだよ、本当。右に行きたいんですよね。右に行きたかった。はい。そこの人が。あの今年これサルスベリだから。あ、本当だ。本当だ。はい。日本の口から大日本帝国が来るとは思わなかったね。チーム思いながらね。はい。だからそれからね、うん、自分のことはチームはこう思うって言ったら、ちょっと後継のあれ聞こえるじゃん。言っちゃダメなんじゃない？あの。会社で営業やってる時にその、はい、その言葉を使って、はい、で最後に押すったら笑われちゃった、ね、後ろの通り押す禁止にしたんだから、ね、はい、言ってましたね。会社行っても押すのにどっちなんだったら押す、分かったかったら押す、分かんねえかったら押す、全然話にならないからね会社に情緒はないんだよ。はい、まあ押すしか言うなでしたからね。俺のところの通りは押す使ったら1回1000円罰金ながら、子供でもそうだよ、もう大阪使わないよ。そうなんですか。そうだよ、どっから始まったんだか大阪ってのはね、わかんないけど。上手先生、あぶね。うまいだろ。上手です先生。本当だよ。でもこっちから出られないですね。お茶いかがですか。何枚作るんだよ。あるだけ作ります。あるだけ作るの。はい、うん、あ、また大きい方取っちゃった、うん、そうだね、いいよ、はい、うん、前先生、なんか1枚書いてください。今何をよ。なんかそれ取りたいんですよ。簡単に行かねえだろうお前。夏といえば、またはキュウリ、ナス。キュウリか。ナスナスナス先生。ナスなの？うん。そうかね。
そんな気がしました。これはもう書かないほうがいいな。なくてもいいです、うんうん、これなんかポンとあってもいいかもしれないですけどね、うん。そういうためにね、うん、あるものがあるんです。なんだろう、あるものって。リモコン入ってましたね。どっかあるかな。ありました。素晴らしい。わお。こういう使い方は最高ですね。天地人。へえ。こりゃいいや。こういうのもね。へえ。そのうちゆうこちゃんもなんか掘ってやるよ。本当ですか。嬉しい。じゃあハンコ掘りも先生しましょう。ハンコ掘り。いやだよ。な。疲れちゃうね。なんだよ。今の流れで断られると思わなかった。そのね、パプリカを入れたところにいいとこがある、うん。いいですね。うん。もうまだ書くの？はい。次は何がいいかな。次は。借りてもいいですか、これ。先生、私美術5なの？5か4のどっちかでしたよ。うん、絵心あるんすよ、先生。時間よっぽど先生もバカだ。種描きます。種ね、うん、お前男だね。先生、なんてこと言うんですか。俺は女性だよ。豪快だもんね。
やってることは。でも二面性があるんですよ。ちゃんと女性的なところもあるはずです。多分。先生。すごい発想だね。メンタマーどうしましょう。メンタマーが赤にしたらちょっと狂った人みたいになりますよ。黄色かな。もうあれ下手だろ。すげえ下手でしたね先生。カーキャなんだかな。ありがとうございます。よ、はい。お仕事中すいませんが。おっす。ご飯ですか。うん。やった。